こんにちは、ナレーターの染香です。皆さんは気になる女性が自分に気があるか気になりますよね。でも女性の表情や仕草が分かりづらかったり、それってどういう意味なの？なんて悩んでしまったりしていませんか？女性は表情や仕草がコロコロと変化します。ちょっとした勘違いでせっかくの出会いを無駄にしてしまっていませんか？あなたも気になる女性の行動や仕草を学んで、スムーズなコミュニケーションの取れる素敵な男性になりましょう。気になる相手ができた時の女性心理を知ろう。まずは気になる男性ができた時の女性の心理状態を知っておきましょう。1、目が合う。あなたも覚えがあるかもしれませんが、人は気になる相手がいるとつい目で追ってしまうものです。しかも相手を恋愛対象と見ているとなれば、無意識のうちに相手を目で追ってしまったりします。気がつくとよく目が合うなぁと感じたり、視線を感じて目線を合わすといった経験はありませんか？アイコンタクトでお互いの気持ちの距離がぐっと縮まることも多いので、こういった女性の行動には注意が必要です。 2. 相手のことに興味を持つ。女性は恋愛対象になるかどうかをふるいにかけて、好印象の相手かどうかをまず考えています。そして印象の良かった相手からさらに情報を得ていくことで、好きという気持ちに変化していきます。なので相手のことを知るために質問が多くなったり、好みを知りたがったりします。あなたを知ってもらうチャンスだと思って、自分のことを知ってもらいましょう。そしてあなたも同じように女性のことに興味を持ってあげましょう。相手に脈がある場合、自分にも興味を持ってくれてるということで、女性はとても喜びます。この時相手の反応が薄い時はあなたの勘違いかもしれないので気をつけましょう。 3. 相手との距離が近い。好きな相手ができると、少しでも多く一緒にいれる時間を作りたいと思うものです。話をする時のお互いの立ち位置が近ければ、よりそばにいたいと女性が考えている証拠と考えていいでしょう。さらにその時ボディタッチやそれに近い仕草があったら、相手に脈があると思っていいと思います。友人としてふざけているだけなのか、区別がつかない場合もあるので、具体的なサインを見逃さないようにしましょう。それでは具体的な例を学んでいきましょう。女性が送っている脈ありサイン。行動編。1. 話をするときにじっと見つめる。好きな人のことはたくさん知りたいと思うので、女性があなたをじっと見つめて真剣に話に耳を傾けてくれたとしたら、その女性はあなたに脈があると考えましょう。ただ内気で純情なタイプの女性は恥ずかしくって顔を見ることができないという場合もあります。その見極め方としては、相手が恥ずかしそうにしていたり、目を合わそうとすると赤くなったりする場合は、このタイプの女性だと思われます。 2. 会う時におしゃれをしてくる。会う時に女性らしいスカートやワンピース、ひらひらとしたものや可愛いものを身につけてくることが多い場合は、男性から女性として意識してもらいたいという心理の表れと言えます。明らかにこのようなおしゃれ行動や、毎回違う服を着てきたり、髪型を気にする仕草をしたりする場合は、あなたに自分を印象つけたいという女心だと思ってください。 3. 甘えるようなリクエストが多い。女性は頼れる男性を求めているので、気になる男性がいると相手に甘えて男らしさが感じられるかを見たりします。好きな人が自分のために何かをしてくれることは嬉しいものです。行きたい場所があるから連れてってと誘ってきたり、何か重いものを持ってもらったり、助けてもらいたがったり、頻繁にあなたに甘えるようなら脈があると思っていいでしょう。 4. 体や顔を近づけてくる。最初にも触れましたが、好きな人とはなるべく近づきたいと女性も考えています。歩いている時に体の距離が近かったり、顔を近づけて話をしたりするのは、あなたに好意を感じているからだと思われます。さらに積極的な女性なら、肩や背中を叩いたり、手にさりげなく触れたりすることもあるでしょう。気がつくといつも隣にいる女性がいたら、あなたに脈があることに気づいてあげましょう。5.
物をあげたりもらったりしたがる。女性は脈があるとき、誕生日はもちろん、旅行のお土産、あなたにだけ自分の食べているものを分けたりします。また同じものを持ちたがるのも同じ心理からの行動です。あなたからのプレゼントやちょっとしたお裾分けにとても嬉しそうに反応したら、これも脈があるからだと言えるでしょう。こうした思い出の品で相手の反応を見たり共感を得たいと女性は考えているのです。6、別れ際に帰りたがらない。脈がある場合、女性は会えて嬉しいけれど、また会えるか不安になるものなのです。帰り際に寂しそうな表情をしたり、次の約束をしたがったり、聞いていないのに自分の予定を言ってきたり、別れた後も何度も振り返ってみたりすることがあるかもしれません。それはあなたとまた会いたいというサインと思って間違いなしです。また次に会う約束をしたり連絡することを約束すると、嬉しそうにしたら脈ありですので、すぐに行動して女性を安心させてあげると良いでしょう。7、他の人といる時と態度が違う。明らかに他の男性や友達と接している時と態度が違っていたり、あなたの身の回りの世話を焼きたがったり、特別扱いを受けていると感じたら、あなたに脈があるサインと考えていいと思います。また相手がリラックスしていたり笑顔が多いとしたら、あなたに心を開いているからストレスを感じていないのでしょう。直接一緒にいて落ち着くなどと言われる場合も、あなたに脈があることに気づいてほしいサインだと思ってください。8、よく覚えている。あなたが以前話した内容や誕生日など、あなたの情報をよく覚えているのも脈ありサインだと言えます。あなたのことは私が一番よく知ってると思いたいのです。もしも覚えていたことをあなたが喜んだ時に嬉しそうにしていたり自慢げにしていたら、脈があると考えていいので、少し大げさに喜んでみて相手の反応を見るのもいいでしょう。会話編。1、質問が多い。好きな人のことはよりたくさん知りたくなります。あなたの趣味や好きな女性のタイプ、休日に何をしているのかなど、あなたのプライベートな情報を聞きたがるのはあなたに脈があるからだと思われます。さらに共通点を見つけて喜んだり、会話が途切れないほどお互いの話をできるとしたら、かなり脈ありでしょう。2、悩み事を相談してくる。あなたと自分の考え方の違いや共通性を知るために、自分の悩み事を相談してくるケースもあります。相談があるから2人で会いたいなどと言われたり、たびたび相談事をされたり、あなたの意見やアドバイスを求めるようであれば、脈がある可能性があると思われます。ただしあなたを試している場合もあるので、意見を言うときは慎重に考えて答えることをお勧めします。3、褒める。もしも女性があなたのことをよく褒めてくれたり応援してくれたりしたら、それはあなたに脈があるサインかもしれません。好きな相手を喜ばせたいからと、かっこいい、素敵、すごいなどの言葉を使ったり、応援してる、お疲れ様などねぎらう言葉を伝えるのも、あなたに脈があるからなのです。4、名前を頻繁に呼ぶ。何々くんなどと名前をよく口に出したり、 LINE などでもあなたの名前をわざわざメッセージに入れて送ってくるのも脈ありサインと言えます。好きな相手の名前を呼ぶだけでも嬉しい女性は多いのです。特に甘えたように語尾の上がった何々くんはあなたに甘えている証拠なので、相手の言い方にも注意しましょう。5、小声で話す。顔を近づけないと聞こえないような小さな声で話しかけたり、2人だけの秘密のような会話をしたがるのはあなたに脈があるからでしょう。友人の前でもそういった会話をしてくる場合は、あなたを独り占めしたい心の表れだと思われます。6、用がなくても電話や LINE で話したがる。たわいのない会話しかしないのに、頻繁に電話がかかってきたり LINE が来るのはあなたとつながっていたい証拠です。何度も続くようなら誘ってほしいサインだと思っていいでしょう。 SNS に投稿していない個人的な写真を送ってくるときも、
あなたを特別な存在と考えている証拠なので、役割だと思いましょう。7、恋愛トークをする。あなたの過去の恋愛について尋ねられたり、女性の恋愛相談を持ちかけられたことはないですか？このような場合、女性はあなたが自分に恋愛感情を持っているのかを探っていたり、あなたの恋愛観を知りたがっているサインだと思われますので、あなたを恋愛対象と見ている脈ありサインの会話だと言えるでしょう。まとめ。女性は恋をすると相手に自分の気持ちを察してほしいと思うあまりにうまく伝えられず、行動が空回りしてコロコロと違う表情を見せたりします。それは自分の気持ちに気づいてリードしてほしいという心の表れなのです。それに気づくためには、相手の行動や仕草に注意深くなる必要があると言えます。相手の行動をいちいち考えるのはめんどくさいとわからないまま諦めてしまう男性もいますが、せっかくのモテチャンスを逃してしまうのはもったいないと思いませんか？女性が発している脈ありサインを見逃さずにキャッチしていくことで、あなたの人間性も大きく成長できますし、よりレベルの高い女性とのお付き合いもできると思いますので、女性の気持ちに理解を示して脈ありサインを見逃さずに入れるといいですね。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。